カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、髪が乾いてないカサニマロ理系担当弁当と、どうも、10回やるカサニマロ文系担当吹きの塔です。はい、ということでね、さっきね、動画編集3時間、塾講師3時間ね、やって最終号ということで、ね。はい。だからね、背景もね、服も違うんですけどね、はい、お許しください。実はね、B 判定から E 判定、全部同じ日にね、撮ってるという感じでございますからね。A 判定までついでに一緒やからね、ついでに一緒。はい。ということで、A 判定の人が今やるべきことですね、紹介していきたいと思います。はい。で、大前提なんですけども、共通テストと二次試験の、両方ともですね、判定があると思います。で、こう、共通テストの判定だけ見て油断するタイプの人と、二次試験の判定だけ見て油断するタイプ、この二つがいます。なんですけれども、この共通テストも、記述も、両方とも複合的に見て、模試っていうのは判断するようにね、してください。まあ、俺実際さ、マーク A やったよね。うんうん、で、なんか実践かなんかオープンかなんか E で、うん、E っていうパターンあったから、A と E で E ない、C じゃないんやと思って、A 足す E は E やったよね。まさかのね。っていうのもあったから、もうよっぽどこの E が E やってやろうけど、Z とかやったら。そうそうそう。やねんけど、そういうのもあるんで、だから皆さん、複合的なね、うん、判定気にしてほしいなというふうに思います。はい。ということでやっていきましょう。まあ、第3位ですね。1番、あ、そっか、第3位ですね、ごめんなさい。うん？そうですね、第3位ですね。より高い目標っていうのが第3位になります。で、これどういうことかと言いますと、今のその大学のね、状態だとなかなかこう、モチベーション上がりきんないじゃないですか。うん、なんでかっていうと、実際ね、人間って、まあ、価値ですね。価値かける、まあ、確率 P でいいでしょう。うん。これが最大になる点が、まあ、一番モチベーション高いんですよ。うん、で、実際これ価値っていうのが 1-P で示されます。あ、人間の心だね。で、じゃあこれ A 判定って 80% 以上なんですよ、合格率が。ってなったら少なくとも P が 0.8 じゃないですか。うん、ってなった瞬間、価値が 0.2 なので、これの合計とか、まあ、積がですね、ちょっとちっちゃくなっちゃうんですよ。そうするとモチベーションも低くなって、なかなか頑張れないって状態になります。で、そうするとね、オーバーキルするのが筋なところが、全然勉強できなくて、全然なんか A 判定からもし BCD って感じで減っちゃって、こう、落ちましたみたいな状態になりかねないんですよ。うん、なので、より高い目標を持っていただきたいっていうのがあります。だからまあ、志望校をですね、もう一回ちょっと練り直してみてください。今の志望校じゃなくて、もう2ランク、3ランクね、上の志望校を目指してみるっていうのをお勧めします。そうだね。で、もし変えないっていうパターンでも、もう俺 A 判定で落ちてるやつなんかいっぱいしてるんよ。まあ、A 判定 80% 以上って言われてて、うん、まあ、普通かるやろって余裕こくやんか。うんうん、余裕こいたらほんまに足元救われます、実際に。ちょっと厳しいこと言うやけど、今からもう B 判定、C 判定、まあ、D 判定、E 判定ってもこの、ブワーって全速力で、A 判定の皆さんに抜かそうと思って追いかけてくるわけですよね。で、ずっと停滞したら、現状維持やったら、こう、E 判定の人もこう来たら、こうすぐ抜かされちゃうんでね。やっぱり怖いっていうことで、より高い目標、目標を変えないにしても、オーバーキルする。上上っていうことでね、がむしゃらに勉強してほしいなというのは思います。で、今の話に関連してですね、第2位っていうことになります。第2位はですね、本気で首席を目指してください。これね、首席目指しますっていう風に言ってる人も、まあ、意外と本気じゃなかったりする。うん、どうせ受かるしな、みたいな気持ちで、さっきのね、価値かける確率っていうので、なんかやっぱ価値が低いんで、B 判定、C 判定、D 判定の人よりは勉強時間が少ないし、質も低いっていう人が多いです。なんですけども、ここ本気で首席目指してください。首席以外は不合格っていう気持ちでね、自分にこう、なんやろ、思い込ませて、やってほしいなっていうのが、これ第2位でございます。うん、これ意外と首席って話題になるよね。なんか、あ、あいつ席らしいやつ、俺の学部でも話題になったりとか、うんうん、今でも結構言われたりして、まあ、チヤホヤされるんですね。そういう主席っていうのはメリットがあるんで、この辺ね、目指して頑張ってほしいなというふうに思います。はい。じゃあ、1位を。1位いきましょうか。はい。1位はですね。はい、じゃあ1位はね、苦手を潰すってことになります。これ唯一 A 判定の人が足元を救われるとしたら、苦手は単になんですね。例えば、吹きの音は数学苦手なんで、数学だけは唯一足を救われる可能性があった、みたいなところはすごいあります。だから、もうオーバーキル、主席を目指すためには苦手なんかあったら絶対1位になれないです。主席の子っていうのは全部得意教科みたいな子が主席になってくるんで、じゃあ苦手潰そうやっていうことですね。例えばセンターが苦手なんか、例えば二次の国語がちょっと苦手やなったら二次の国語にフォーカスして勉強してもらったらいいですし、苦手っていうのをとにかく潰していく、これをしてください。苦手を潰したらもう皆さんね、 A 判定を皆さんは素敵余裕です。だからもう皆さんオーバーキルするために苦手を潰す、まあそのためには模試の分析であったりとか過去問の分析っていうのが大事になってくるんで、ぜひね調べてみて苦手を潰してほしいなというふうに思います。はい。まあ特にですね、二次試験に苦手科目がある場合ですね、まあ、うん、木野くんがそのパターンですけども、うん、基本的に優秀です。なんですけれども、A 数 D とかなった時に、うん、じゃあ英語だけ全然できませんっていう人が、うん、じゃあ200点200点200点で600点の二次試験だとしましょうよ。で、そしたら数学、まあ、180取れました、最強です。うん、理科150取れました、あ、めっちゃ最強です。英語0点です、こんなもん落ちます。うん、なので結局この苦手科目ですね、苦手科目が二次試験にある場合はなお一層ね、気を張るようにというか、それがね、例えばまあ高学歴になればなるほどその二次試験の配分っていうのがでかくなってきますから、うん、それもね十分気をつけてみてください。はい。
です。ということでね、A 判定を皆さんね、油断しないで、油断しなかって、普通に頑張ったら受かります。だから自信を持って、とにかく A 判定ってことは今素晴らしいんで、自信を持ちつつ、油断しないでね、もうぶち切って、優勝、意味わかんない。優勝してください、ね。はい。はい、じゃあ、一番最後、まとめになります。まとめあるんか、そういう。モチベを上げて、オーバーキルってことで。オーバーキルですね。はい。モチベを上げて、オーバーキルしましょうっていうのが、最後の、ね、結論になりますので、A 判定の方もですね、油断せずに頑張っていってください。それでは終わりましょう。バイバーイ。成功は成功、失敗は大成功、運命は最善になる。